うーん、アンケート好きな人いるよね。それをアピールか。皆さん、こんにちは、ハンにです。本日は2022年6月4日ですね。で、さっきのこの動画の結論を申し上げると、お前は目の前の現実を直視しないのか、ということになります。 この動画では野党第一党立憲民主党の素晴らしい草の根運動を見ていきたいと思いますので立憲素晴らしいと思われた方はぜひチャンネル登録、コメントそして立憲さんへの賞賛の声をコメント欄で教えてくださいでは今回の目次はこちらですではまずはこちらをご覧くださいこちらはあの大立憲民主党の代表泉健太議員の6月4日午前10時53分のツイートですね以下引用です 昨日は立憲民主党の参院選公約を発表。全国から政策公募も行い、小川政調会長を先頭に各部会や調査会が議論を重ね、政策を練り上げました。物価高と戦う。教育の無償化。着実な安全保障の三本柱をはじめとした生活安全保障です。以上ですね。このように立憲民主党はこの度の参議院選挙において公約として物価高と戦う。 教育の無償化、着実な安全保障で頑張るようですね。うん。いろいろ言いたいことはありますが、今回はコロナ禍の物価高と戦うに着目してみましょう。で、ここで泉さんがリンクを貼ってる記事を読むと、円安対策、消費税を一時的に5%に減税などを主張しているということです。まあ本人がリンクを貼ってるんだから、それなりに正しい記事なんでしょう。 ああエネルギー政策については長期的な話としては原発は新増設は認めない。実効性のある避難計画の策定と地元の合意なしに再稼働は認めないか。ちなみに原発ゼロは支援団体連合との関係で主張しないのね。それにしても立憲さんの真剣さというか、なんというか。 なんか情けないんですよね。こちらをご覧ください。こちらは共同通信6月3日の記事ですね。見出しは。立民物価高を該当調査ですね。該当調査か。 では中身を見ておきましょう。以下一部引用です。立憲民主党は3日、ロシアのウクライナ侵攻を受けた、物価高騰の現状を街頭で調査する、物価高と戦う全国キャンペーンを始めた。参院選公約として、生活安全保障を掲げており、泉健太代表は、岸田政権が物価高に無策だと訴えていきたい。キャンペーンで国民の金を盛り上げ、物価高対策を実現したいと記者団に意気込んだ。 岸田文雄首相が昨年の総裁選や衆院選でアピールしてきた聞く力に対抗する狙いもある。この日は泉氏や小川淳也政調会長らが JR 有楽町駅前でボードを持ち、通行人に値上がりしたと感じる品目にシールを貼ってもらって調査した。以上ですね。うーんー、嫌ね 物価高問題については、これは庶民の生活を直撃するもので大事なことだと思いますよ。まあ、そもそもロシアがウクライナを侵略したことが原因でエネルギーや小麦などの価格が上がることは仕方ない側面があるとはいえ、そういう時に国民生活を守るのが国の仕事だろうという気はします。ですから、物価高と戦うこと自体は私は否定しませんよ。しかし、街頭で調査か。 ちなみに、泉健太代表は、4日に仙台市で、岸田政権は安倍傀来政権と言ってもいい、と批判して、物価高について争点化してるんですよね。まだ安倍側なのね。<laughs> にしても、野党からは安倍傀来と言われて、与党支持者からは安倍三系にかばれと言われる岸田政権、どっちやねん。そういえば、2021年の、 衆議院選挙の直前期、自民党では不人気だった菅総理が退くことになり、総裁選が行われて自民党の支持率が回復した頃に、共産党がこのような面白い調査をしたことがありましたよね。覚えてますかこちらは2021年9月26日の共産党池内沙織候補の青年サポーターアカウントのツイートですね。以下引用です。今日の赤羽でのシール投票の結果です。もちろんやらせではありませんが、そう思ってしまうくらい、 野党共闘で政権交代を望む声が圧倒的に多く希望を感じました。東京12区から政権交代を比例は日本共産党以上ですね。そしてそのツイートにはこんな街頭調査の結果が。でも、皆さんも結果をご存知の通り、2021年の衆議院選挙では、野党は特にいい結果を残すことなく終わっちゃいましたよね。うん、やらせかなと思うくらい爆笑するこの結果は、当時作った動画では、 いやいや、共産党の人からシール貼ってって言われたら、普通の人は逃げるよ。ってことは、シールを貼ってる人は、んみたいな話もありましたが、まあ該当調査は、数の上でも、そしてバイアスがかかりやすいという意味でも、そこまで信用できない場合もあるんですよね。とは言っても、調査を開始した本人たちが、そのバイアスを認めるのもおかしいので、始めたからには責任を取らないといけない気もするし。でね、先ほどの共同通信の調査の記事では、 調査の写真もあったんですが、共同通信さんの著作物だから、ここで紹介すると、なんかめんどくさそうじゃないですか。だから、調べましたよ。ありましたよ。こちらは、中国ワクチン推進派だった、立憲民主党の湯野木議員の6月3日午後3時21分のツイートですね。以下、引用です。 物価高対策全国キャンペーン。物価高と戦う立憲民主党、泉健太代表、小川淳也政調会長らと、消費税減税、ガソリン減税など、世論と共に実現訴え、該当アンケートで、野菜や果物、ガソリン、光熱費など、値上がりへ対策求める声。防衛費5兆円増分で、教育、給食費、医療費無料。年金毎月1万円上乗せ可能。以上ですね。 ラストの防衛費の話も気になりますが、今回はそれを置いておくとして、このツイートでは先ほど紹介した物価高のアンケートの結果でしょうか。泉健太代表がボードを持ってるのが見えますね。ちょっとアップにしてみましょうか。あ電気、水道、ガス代が一番関心あるじゃん。えっと、原発再開かな立憲民主党としてはこの結果に関してどういうリアクションをするんでしょうかね。もちろんね、 エネルギーに関して補助金をというふうなことは言うのは分かってるんですけども、カウンターパートとして原発の話がやっぱりね、国民にとって一番関心事じゃないかなと私は思ったんですけども、立憲民主党はそれを正面から受け取ることはできるんでしょうかね皆さんはどう思われたでしょうかぜひともね、皆さんの感想、をコメント欄で教えてください。ではね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてね、概要欄のチェックをお願いします。ではね、バイバイ